渋川市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。渋川市は群馬県のほぼ中央、関東平野の最北西部に位置する市である。東京都からはおよそ 120km の距離にある。古くから宿場町として、 近代でも県内の交通の要衝として栄えてきた。従来の地名より、大技を外した地名に変更となった。渋川地区、金島地区、古館地区、豊明地区、伊香保行政センター、伊香保地区、赤木行政センター、四季島地区、横野地区、北立花行政センター、北立花地区、小餅行政センター、長尾地区、二郎里地区、小野上行政センター、小野上地区、定数。 18また、大道特殊校、関東電化工業、電化日本カーリットの工場がある。渋川市には、以下の姉妹都市、友好都市がある。固有名詞の表記は、渋川市サイトに従った。学校教育社会教育渋川駅は、市の中心部に位置するだけでなく、上越線から吾妻線の分岐する交通の用地である。 伊香保温泉への入り口駅の一つでもあり、すべての中高特急列車が停車する。かつては、旧北立花村の村営バスが、渋川市営として引き継がれたが、こちらも日本中央バスに委託された。新東、三里方面の路線はかつて群北第一交通が運営していた。JR バス関東高速バス、上州湯巡りが、渋川駅、伊香保温泉を経由する。 スカイテルメ渋川作発電所、ありがとうございます。